のゆりかごっていうのは、あの村岡花子の私の祖母の評伝だったわけですね。評伝風の小説だったんですけれども、10歳の時にその親元を離れて、で、まあ、カナダ人婦人宣教師の先生たちの下で徹底的な英語教育とキリスト教育を受けた。祖母が学んだのは10歳から20歳のちょうど10年間なんですけれども、その時期にその徹底的にその教育されたことが後の花子のやっぱりその翻訳家として生きるその語学力であり、あるいはその学校の図書館で毎日のようにその英語の文学を読みふけったわけですよね。時代だとかそういった外のいろんな動きにこう流されないその先生の在り方だとか、そういったものから多分その10代たくさんこう学んで、その当時の日本というのはその女性が仕事をして生きていくというか、女性が自活していくというか、なかなかそういう環境ではなかったと思うんですけれども、まあ、花子はなんとか自分がペンを持って自立をしていきたいと思っていた。でそういった時に、まあ、その花子のその宣教師の先生仕込みのカナダ人の先生仕込みの英語力っていうのがどんどんこうものを言っていくわけですよね。ただ、まあ、そうやってその翻訳家としての道が開けていくわけなんですけれども、まあ、そのちょうど花子が46歳の時にその日本もその第二次世界大戦へと突入していって、日本とカナダっていうのがこう敵対関係するわけなんですね。で祖母がお世話になったそのカナダ人の先生たちもみんな一緒にみんなその帰国を余儀なくされていく、あるいは出版社で一緒に働いていた そこにもやはりカナダ人の友人たちっていうのがいたわけなんですけど、そういった人たちもみんなその国に帰らなければいけない。で、まあ、そこで一人のそのカナダ人の友人、一緒にその出版社で編集の仕事をしていたミス・ロレッタ・レナード・ショーさんという方が別れ際にその一冊の本を花子に手渡したわけです。祖母が1939年に手渡された赤毛のアンの原種です。ショーさん自身も30年近く日本で日本の女の子たちに英語を教えたり教育や出版事業にこう携わっていた方なんですよね。でそれをこう紐解いて読んでみたら、またアンが送る学校生活がまるでその東洋英和の寄宿舎の自分が送った学校生活と非常に似ていた。そこで花子はその自分のなんか運命みたいなものをおそらく感じた。なぜ自分があの学校で学んでカナダ人の先生たちから教えを受けたのかっていうのが、その本と出会った時にその自分の使命みたいなものを感じたんだと思いますね。これを、まあ、戦争中に少しずつ訳して、で空襲警報が鳴ると書きかけの原稿用紙と一緒にこう風呂敷に包んで、で家族と一緒に防空壕に入って、またその警報が解除されると書斎に行って少しずつ訳するっていうのを繰り返していた。これがその初めての赤毛のアンです。1952年の 5月10日に出版されていますね。花子は自分を育ててくれた先生たちに、友情の証を立てるようなつもりで訳したっていうふうに言ってましたけれども、赤毛のアンの物語って私戦争ともう究極に対極の物語だと思うんです。向き合っている現実とは違う中でやっぱり人間にとって一番大切なものっていうのを見出したような気がするんです、ね、一番大切な家族だとか友人やたちと一緒に笑ったり泣いたりするその平凡な日常がどれだけ尊いのか、そしてどれだけそれが脆いものなのかっていう、そしてその美しさっていうものをやっぱりすごく感じたと思いますね。希望を忘れない言葉とか、祖母自身が言葉に励まされながらやっぱり毎日毎日を生き
来ていたのかなっていう気がします。そのアンが初めてその日本に紹介された、まあ、祖母が紹介したのがちょうど日本が事実上独立する GHQ が撤退してその独立する年だったわけなんですよね。日本におけるその赤毛マンの第一読者世代の読者っていうのはまだまだ物質的には貧しかったんだと思うんですよね。その物語の中に出てくるその膨らんだ袖のドレスとかあるいはそのレイヤーケーキだとかいちご水って聞いた時にどんだけ美味しいんだろうっていう、こう想像を案さながらにこう巡らした世代、まあ、読書の醍醐味を本当に味わった世代だと思うんですけれども、その人たちとのアンの出会いっていうのがまずものすごく大きかったんではないかなって気がしますね。その頑張れば自分も学校に行って仕事を持とうとか男の子にも勝てるとか、あるいはその言いたいことをはっきり自分の意見を言っても誰かがこう信じてくれるとか、そういうそのアンのバイタリティだとかキャラクターっていうものにものすごく励まされた第一世代がいた。その出会いの大きさの余韻がこう未だに続いているような、その世代が子どもたちに読みなさいって言った、それがものすごく続いているような気がしますね。今その今本当にまあすごく現実的なことで願いでもあるんですけど、日本の女子教育だとか幼児教育だとか出版、そういったものに非常にこう近代化に力を注いだそのカナダ人たちがいたっていうことをもっとカナダの人に知ってもらいたいっていうのがありますね。あのゆりかごを英訳出版みたいなことをできたらいいなっていうふうに思っていますし、そういう素晴らしい人がいたっていうことを日本とカナダの友好関係のために、そしてなぜ今私たちが日本人がカナダが好きかっていうのもそういう人たちがやっぱりそういう環境を作ってくれてたっていうこと、そういう人たちがいたんだっていうことを本当にカナダの人にも日本人にももっと知ってもらいたいっていうのが